8月23日、土、お台場に大陸、グレートサマースタジアムにて、ちびまる子ちゃん、e ガールズ、みんなで、踊ろう、p ヒャラダンス選手権、が、行われた。ちびまる子ちゃんが e ガールズ、に、加入、カラフル、ポップで大人気の、女性グループ e ガールズ、が、歌っているフジテレビの大人気アニメ、ちびまる子ちゃん、毎週日曜日午後6、0、6、30放送中、の、オープニングテーマ、踊るポンポコリンの中で、まる子と e ガールズのメンバーであり本楽曲の、ボーカルを務める亜美、藤井夏恋、鷲尾玲斎、武部ゆなの4名が、まる子とお揃いの衣装を、着て一緒に p ヒャラダンスを、踊る可愛いアニメが話題を、呼び、今回の p ヒャラダンス選手権が、行われることとなった。まる子賞や友蔵賞といったアニメ、ちびまる子ちゃん、の、キャラクターにちなんだ賞を、はじめ、この日ゲスト出演した e ガールズの、メンバーによる e ガールズ、ショーなどを、かけて、全国各地より集まった全10チーム総勢100名を、超える出場者は、それぞれに思い思いの、p ヒャラダンス、を、披露し、白熱のパフォーマンスバトルを、見せた。全出場者のパフォーマンスが、終わった後は、ゲストである e ガールズ、が、踊るポンポコリン、そして9月12日に、リリースされるドラマ、GTO、の、主題歌、ハイスクールラブ、の、2曲を熱唱し、会場は大いに盛り上がった。大好評で幕を閉じた p ヒャラダンス選手権は、今後も継続して行われていくという、今回参加できなかった方や、まだ p ヒャラダンスを知らない方も、ぜひとも p ヒャラダンスを覚えて、次回選手権に参加し、この夏を思い切り楽しもう。